郡山市によりますと、今日市内の私立高校で同じ部活動に所属する男子生徒3人の感染が確認されました。この部活動では今月8日にも男子生徒3人の感染が確認されていて、感染者は6人となり、市は新たなクラスターと認定しました。このほか県内では昨日、いわき市で6人、福島市で4人など合わせて15人の感染が確認されました。このうち1人はクラスターが発生した福島市の介護付き有料老人ホームメイプルハイムそのかの入所者だということです。また昨日の感染者のうち6人については感染経路が分かっていません。